さあ後半開始です。この後半戦で逆転なるか日本。ボールをキープ、さらに敵陣に攻め入ります。これをカットにいった、飛び込んだ、このボールキャッチした、ここはパスだ、これはいい位置にいました、タックル成功、そのまま相手陣内に切り込んでいきます。杉選手、ここはパスだ、今大きく蹴られました、通った、アリ地獄にどっぷり捕まってしまったのか、なかなか攻めの形が作れません。攻めるどころか、ボールはいつの間にか自分ゴール前だ、ここはパスだ、受け取ることができるか、いいパスです、きれいに通りました、そうだ選手、ここはカミソリパスで切り込みます、通った、シャープなパスだ、ボールを持ったままドリブル、このボール、この俺が必ずゴールする、いった、急な選手の強烈なシュートだ、よし決まった、ゴールです、貴重な得点です。サウジアラビア、ボールを蹴って試合再開です。翼選手、ボールをキープ、さらに敵陣に攻め入ります、行くぞサウジアラビアユース、あれは翼くんのアクセル全開、全力でゴールを奪いに行く時の目だ、しかし翼選手の前には砂漠の王子オワイラン選手が立ちふさがります、この後に及んでパスなどで逃げたりはしないだろうな、大空翼、翼選手、ボールを持ったままドリブル、行くぞ、華麗に抜いた、これが噂のサンターナターンだ、甘いぞ大空翼、この技はすでに研究済みだ、オワイラン選手、見事にボールを奪い取りました、あとナイスフォロー、美咲選手、ゴールデンコンビプレーでオワイラン選手を抜き去った、何美咲ちゃん、さあゴールデンコンビ、この流れのままシュートまで持っていくのか、思ったままドリブル、ボールを奪いました、
置した。これをカットにいった。はあ、惜しい。
井選手、ここはパスだ。今大きく蹴られました。通った。真のシュート、得点なるか。キーパーボールを弾いた、得点ならず。このボールキャッチした。これをカットにいった。しかしボールは取れません。ここはパスだ。これはいい位置にいました。これをカットにいった。しかしボールは取れません。バルカン選手の強烈シュートだ。若林選手追いつきました。日本ボールです。慈瞳選手、ここはパスだ。これはうまい、いい判断です。閉じた。追いつきました。日本ボールです。杉選手、ここはパスだ。受け取ることができるか。いいパスです。綺麗に通りました。試合終了です。両チーム最後まで一歩も譲らなかったこの試合、よく戦いました。星を挙げておきたかった日本代表ではありましたが、次の試合の健闘に期待するしかありません。